行くぞー。それ。えい。やっ。と、ジャンプさせたり。ルン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 。ラン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 と踊らせたり、いろいろ楽しめるジャンピング青虫2を作ります。よーし、もう一度。それ。まず折り紙を裏返し、三角に折ります。折り筋をつけ、広げます。90度回し、また三角に折ります。折り筋をつけ、広げます。手前の角を中央に折ります。さらにこの折った部分を中央に折ります。この時に中央の線より1ミリぐらい手前に折るといいです。後からずれてくるので少し手前に折ります。さらにこの折った部分中央に折ります。今度はしっかり中央でいいです。しっかりと折り筋をつけます。全体の向きを変えます。こちらの角も中央に折ります。しっかり折り筋をつけます。そしてこの折った部分中央に折りますが、1ミリぐらい、ほんの少し手前でいいです。白い線が見えるぐらい。そしてこの折った部分中央に折ります。ここまで折ったら全体を広げます。このように広げると中に白い三角があるので、ここを持って伸ばすと広げやすいです。そしてキュッと真ん中に筋を入れ、90度回します。手前の角を中央に折ります。同じ工程を繰り返します。そしてこの折った部分中央の1ミリぐらい手前に折ります。そしてこの折った部分中央に折ります。しっかりと折り筋をつけます。全体の向きを変えます。こちらの角も中央に折ります。折り筋をつけます。この折った部分中央の1ミリぐらい手前に折ります。白い筋が見えるぐらい。さらにこの折った部分中央に折ります。このように折ります。最後に折ったこの部分広げます。奥もこの部分広げます。そして全体をひっくり返します。右端のこの三角
おります。さらに1、2、2つ目の折り筋、ここでこのように折ります。そうすると白い六角形が見えてきます。この角を折ります。奥にこのように折ります。この角も奥に折ります。再びひっくり返します。このように折ってあります。この部分再び畳みます。畳んで今度はこの三角の角とここ斜めに結んだところでこのように開きます。開いて中を45度折ります。手前もこの部分で このように開きます。ここをこのように開きます。そしてこのように中に倒します。白い六角形を中に倒し、端にしっかり折り筋をつけます。ひっくり返します。この部分少し戻し、一つ隣をへこませます。その隣を盛り上げます。その隣をへこませます。盛り上げます。へこませます。盛り上げます。ジグザグに折っていきます。このようにジグザグに折ります。最後三角が残ります。ひっくり返してこの三角このように折ります。このように四角く折り、角を少し半分ぐらい折ります。こちらも角を少し折ります。そして丸みをつけます。あとはこのように顔を描けばジャンピング青もし2の完成です。蛇腹部分を縮めてこのように押さえ、指をずらせばピョンとジャンプします。さらにこの部分押すとお尻を振り、この部分押すと頭を振ります。ぜひ作ってみてください。ぴょーん、おー、逆立ちした。